要法人で、ですね、個人での作ってどういった形ですか？はい、あのですね、一応あのオーナーがこのカフェをオープンするにあたりまして株式会社を作りまして、株式会社、はい、一応それそこが運営という形になっています。全く個人というか、あの力とか助成金とか全くなくて、個人の、まあ、一応会社組織でやってますけど、ちっちゃな会社ですから、はい、今このお店自体は、はい、何名でこう運営するんですか？女性4名です、ね、4名で、はい、うん、これお昼は何時？お昼はお昼というかもう10時半から5時までもずっと同じメニューを、そうなんですね、はい、同じメニュー、ランチタイムというのは思っておりませんので、はいはい、いつでもあのお召し上がりいただけます。そう、ここをお借りするのにいくらかっていうのはあるんですか？ギャラリーですか？はいはい、ギャラリーはそうです、あのちょっとまだそこはですね、本当は決めなくちゃいけないんですけども、まだあのその今話し合いで、今決めてて、そのうちちゃんと学校を見ていこうと思ってるんですけど、はいはいはい、だからあの、はい、そういうのをやりたいっていう方は、はい、こちらに申し込んで、そうですね、ご相談いただけたら、うん、はい、っていうことですね、お値段とかその辺のお金もあるから、はいはい、あと何かご質問ないですか、皆さんから。はい、大体来られるお客さんっていうのはどのぐらいの年齢でしょう？あ、女性が多いか、まあ、女性の方が多いって、あのお迎えが病院なんですけども、そこの患者さんが結構多くて、なので年齢層は高い。まあ、あのここ町屋ですから、ちょっと冬寒いとか、ああ、なんかそういうのないですか？冬ちょっと寒いですね、寒い、ちょっと今昨日からストーブ入れたんですけど、はい、夏は逆にもう涼しいので、うん、クーラーもあんまり、はい、はい、なんかいいですか、ご質問はないですか？もう一問よろしいですか？はい、ちょうどあのオープンなさって1年一季節もあったんですけど、はい、今なさって1年やってこられてるんですね、課題というか、もしあの聞かせる願いようはどの程度の売上金か一番に努めてやれば、なんか一番お困りのこととか、この辺が課題なら感じてらっしゃることも、はい、はい、そうですね、特に夏はお客さんが少ないんですけどな。なのでその辺をこういかにお客さんを取り込むか、夏っていうのを課題なのが、この1年通してやっと初めて夏を過ぎて分かったんですけども、あとやっぱこの通り全体の人の見込みもちょっと少ないので、またそこで、ね、まあ、うちのお店だけはできないことなんですけども、こちらの商栄会さんとかと一緒になって、そこは考えていかなくちゃいけない。ちょっとイメージとしては、はい、あの観光客の方が、観光客の方も主力のようなイメージはあるんですか？そうですね、まあ、いらっしゃいます、結構県外なんですけど、そういった雑誌に載せてもらっているので、それを見てもらえる方もいらっしゃいます。